はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、今回はですね、僕がですね、大学の設計課題で道の駅を設計したんですが、それで高評価選ばれまして、その高評価でのプレゼンでですね、動画を作成しました。はい、その動画を今回は皆さんにちょっと見ていただきたいなと思います。まあ、いつもの紹介、解説しているようなアキキャドとツインモーションはもちろんなんですが、あと YouTube に投稿しているように動画編集の技術も使ってて、から3つのソフトの技術を組み合わせた、まあ、集大成的な作品になっておりますので、よろしければこちらはぜひ楽しんで見ていただけたらなと思います。それとですね、今回重大発表といいますか、一つお知らせがございまして、まあ、そちらもね、この動画の僕が作った今から見るこの動画ですね、この動画の後に重大なお知らせ少しありますので、そちらの方もぜひ見ていってください。それでは動画見ていきましょう。皆さん、はい、どうでしたか？まあまあ1分40秒だけなんで、少し短いっちゃ短いんですけど、まあ、なんとなく、まあ、全体の雰囲気であったり、まあ、内観の雰囲気であったりが、まあ、分かっていただけたのかなとは思います。このパースとかね、動画とかいっぱいいっぱい作って、まあ結構頑張ったんで、もう、まあ、よろしければね、高評価を押していただけたら、まあセナと森のまあ、励みになりますので、よろしくお願いします。まあ、その他にと言いますか、先ほど言いました、冒頭でも言いました、お知らせですね、がございます。それが、こちら。はい、この度ですね、私たち、前までアゼロ建築学生っていう名前で活動していたんですが、まあ、それちょっとやっぱ分かりづらいなということで、今回アーキソフトっていう、もう簡単な単純な名前に変更させていただきました。チャンネルの名前もそうなっているので、まあ、気づいている方も結構いらっしゃると思うんですが、まあ、その名前でですね、僕と森が今やっています、まあ、YouTube はもちろんなんですが、新しいサービスをプラスで2つやります。合計3つのサービスをやることになりまして、まず1つ目がもちろん YouTube。で、もう1つが、アーキキャドやツインモーションの指導という形になるんですが、まあ、月に4回、1回あたり2時間の指導を、マンツーマン1対1もしくは1対3の販売をすることになりました。まあ、それプラスですね。まあ、こちらもあるんですが、サイトこんな感じで作っております。これが YouTube ですね。で、こちらが建築ソフトの代理とか指導。そういうものですね。で、こちらの、まあ、軽く説明しますと、今言った通りの頻度でして、何をするのかと言いますと、こんな感じのね、ファンズワースデーが日建設計さんのサイト、アーキキャドラーニングっていうのに、の、
のっけてあるんですよ。でもね、これ ARCHICAD 20でやってるものを乗っけていますので、僕がまあ、新たに ARCHICAD 23になって仕様がいろいろ変わってるので、それで、まあそれを ARCHICAD 23バージョンとして僕がいろいろ指導しつつ、ARCHICAD でモデリングして、そこからツインモーション持っていって、そこからレンダリング、画像作成、動画作成などを軽く指導していくって感じになります。そんな感じでやっていきます。それプラスですね、あと代理っていうのがありまして、ARCHICAD のモデリングを代理で行ったり、あとツインモーション、まああとルミオンもちょっと最近触ろうかなと思ってるんで、まあ、レンダリングの代理であったりをする、まあ、プロジェクトでございまはい。す。ということで、ここでですね、建築ソフトの指導の1対1、マンツーマン限定なんですが、クーポンをここで発表したいと思います。クーポンですが、ローマ字でセナモリ0101です。セナモリ0101です。で、こちらですね、1対1のみなんですが、販売プランを購入していただいてからオンライン予約サービスっていうので、実際に空いている日を選択していただけます。どの日にマンツーマンで指導するのかっていうのを選択していただけます。その際にですね、購入の前に、予約の前にですね、クーポンを選択、入力するところがございますので、そちらでセナモリ0101を選択していただくと、2000円引き、今回オープンセールということでさせていただきます。まあ、そのプラスでまだありまして、こちら有名建築っていうのがあるんですが、この有名建築っていうのは普段ですね、建築雑誌とかいろいろ見るじゃないですか。それ見た時にもうちょっとなんか中見れたらいいのになとか、あと有名建築こういうの、まあ、今、まあ、コロナっていうこういう状況なんで特にですけど、見たいのにちょっとっていう、見に行きたいのに見れないっていうカットって結構あるじゃないですか。公共物ならまだしも、特に住宅ってそうだと思うんですよ。中に入っていくことができないんで、まあ、それをモデリングして、で、プラス、そのモデリングデータを送っちゃうと、パソコンでしか見れないんで、BIMX っていう、ARCHICAD が提供しています、スマホでも歩き回って見ることができるアプリ、ソフト、データみたいなのがあるんですよ。まあ、それをこちらに掲載していこうかなと思っております。で、これまあ、スタッフですね。僕と森の。もう顔がバーン出てるけど。まあ、こんな感じで、まあ、サイトを作りました。こちら、オンライン予約。で、先ほどの指導や代理を購入できまして、で、こちらの建築ソフトっていうので、まあ、建築ソフト、まあ、一緒ですね。代理のやつなんですけど、のまとめたサイト、ページであったり、こちら、YouTube をまとめたページ、あと、スタッフをまとめたページですね。で、こちらを押しますと、YouTube が見れます。はい、こんな感じで、あと、僕たちのロゴも完成しました。これ、モリが作ってくれました。まあ、こんな感じでね、僕らアーキソフト、今、YouTube だけじゃなくて、他にもいろいろなことをどんどんやっていきたいなと思っております。はい、こんな感じでね、まあ、僕の動画に引き続き、このアーキソフトのサイトができて、サービスもいろいろ増えたよっていうお知らせでした。これからもアーキーソフトを、まあ、応援してくれてる方は、もちろんこれから応援するよと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。じゃあ今回の動画は以上になります。ありがとうございます。Invincible.